マンガミしー麦に怒られちゃうからハオイトちゃんせーちゃんが可愛くてイトちゃん少し目を閉じてもらえるかな。え早く麦が来ちゃうから。うん目を閉じてって何されるんだろう。この展開はまさかキス。でも私たち付き合ってるわけじゃないし、でもやっぱりキスは付き合ってからじゃないといけないよね。せーちゃんなら嬉しいけど、でもせーちゃん、私できた。もういいよ糸ちゃん。改めて高校入学おめでとう。このネックレス入学祝いだよ。本当は昨日渡そうと思ってたんだけど、前に一緒に出かけた時に可愛いって言ってたから。あわわも。それでわざわざ。嬉しそうな顔してる。嬉しいもん。せーちゃんありがとう。どういたしまして。嬉しいな、ちょっとしたことまで覚えててくれて。なのに私はさっきなんて横島な妄想を。糸ちゃん、キスの方が良かったかな。えなんちゃって。それはずるい。お、じゃあ行くね。ネックレス似合ってるよ。もうずるい。好き。聖一郎、糸を起こすのに何分かかってんだ。てんめえ、まさか部屋に入ってないよ。本当だろうな。糸、おはよう。おはよう。早く着替えな。うん。今のは反則、キャパオーバー。学校にはつけちゃダメだよね。なくしたら嫌だし。じゃ。忘れ物ないな。大丈夫。俺もこうやって二人と一緒に登校なんて久々。なんだか嬉しいな。私も今日から高校生なんだ。待って、こうやって同じ家から出るのって。結婚し結婚してるみたいだね。えなんかね、一緒の家から出るのって家族みたいだなって。くどくな。あっ、くどいてないよ。くどきに近い。やっぱりいいな、みんなでいるの。お行こう、糸ちゃん。せーちゃん、お兄ちゃんに見られちゃう。少しだけ。見つかったらせーちゃんが大変なのに。はぁ、続きはアプリで。ダウンロードは概要欄から。チャンネル登録よろしくお願いします。